牽制球を投げようとする投手一塁走者は塁を大きく離れ、一塁手は捕球体制に入っている牽制球を捕球する一塁手と、帰塁する一塁走者牽制球とは、野球やソフトボールにおける守備行為の一つである。略して、牽制と言われることが多い。牽の字が常用漢字に含まれていないことから、新聞などでは、牽制球と表記されることが多い。走者は、自身が望む場合、自らの塁を離れて前進することが許されている。守備側としては走者に塁を離れられるほど次の塁を取られることにつながりやすく不利であるので、投球前の投手や捕球後の捕手が走者の動きを牽制するために、走者のいる塁に送球することが許されている。この送球を牽制球という。牽制球の目的は、上記の通り、リードした走者を元の塁に戻させること、もしくは大きなリードをした走者に触球して、アウトにすることである。牽制球を多用することで、走者の盗塁をある程度防ぐこともできる。また、牽制の際に、打者は打撃動作を直前で中止することになるが、その際の打者の挙動を観察して、攻撃側の作戦を推測するために牽制が行われることもある。投手が牽制する場合、投手板から軸足を外せば、ルールの制約をほとんど受けないが、投手板から軸足を外さない場合は、様々な制約を受ける。また、牽制球が直接スタンドやベンチなどに入ってしまった時の安全進塁権も、投手板を外すかどうかによって違いがあり、外した場合は送球と同じ扱いで2個、外さなかった場合は投球と同じ扱いで1個の安全進塁権が走者に与えられる。最も多く牽制が行われるのは一塁に対してである。一塁に牽制球する場合、左投手は右足を一度真上に上げてからでも牽制が許されるが、右投手が左足を真上に上げた場合は許されない。そのためほとんどの右投手はすべての投球をクイックモーションで行うのに対し、左投手は右足をゆっくり真上に上げてから投球、あるいは牽制に移る場合が多い。足を上げた段階では、どちらの動作かわからないようにできるため、左投手の方が一塁牽制に優位であると言われることが多い。ただ、右投手は一塁に牽制球する場合、90度ターンするので強い牽制球が投げられる分、左投手は一塁走者と対面して牽制するので、強い牽制球が投げられないというデメリットがある。牽制球は重要な戦術ではあるが、あまりに多用しすぎると、試合の遅延行為となり、特にプロ野球ではファンからブーイングを受けることもある。なお、一度や二度の牽制球でもブーイングを行うファンが少なからず存在するが、これに関してはマナーの問題とされる。投手が牽制球を投げるときは、一般にセットポジションから行うことが多く、投手が首を動かして、直接走者を見て、自分の判断で送球する場合と、捕手やベンチのサインで送球する場合とがある。投手は走者をアウトにするため、投球と見せかけて送球するなど、送球に至るまでの動作で走者を騙すこともあり得る。そのためルールに動作の制約が設けられており、投手がこれに違反すれば、ボークが課せられ、塁上にいるすべての走者に1個の安全進塁権が与えられる。捕手には送球動作にルール上の制約はない。投手が投手板に触れたまま一塁、または三塁への偽投げをすることは禁じられており、これを犯すと、ボークが課せられる。アウトを取ろうとする場合を除き、投手が捕手以外の野手に送球して故意に試合を遅延させることは禁止されており、警告を受けても繰り返すと、ボークに加えて退場処分となる。また、野球規則 8.05H でも投手による、不必要な遅延行為にはボークを課すとされている。ただし、NPB などでは、補い殺する気のないような、緩い牽制球を投げること自体は概ね容認され、直ちには警告やボークを課されないことが多い。ありがとうございます。